アイジャス。厚切りジェイソンです、今日から使える英会話で、今回はオンラインゲームです。いいですね。外国人の方と一緒にやる時のシチュエーションでやっていきたいと思います。なるほど。なんかオンラインゲームって言ったらいろんなゲームがありますけど、はい、世界つながりやすいものとして、はい、まあ、外国人と出会う可能性は十分ありますよね。そうですね。しかも今回は世界的に人気なフォートナイトをやっていきますので。いいですね。じゃあ僕はその外国人役を演じるわお願いしますわ。はい、よっしゃ、フォートナイトやっていくか。I get this huge axe. Oh, I'm gonna swing it. Give me that axe. Oh, yeah! めちゃくちゃテンション高い外国人だな、今回。Oh, give me that. Yeah, let's chop this tree. 一応挨拶しとくか。よし。Hello. Hello. Oh, nice to meet you. Ah, nice to meet you. Who are you? Oh, I'm Haichi. Ah, I'm Jason. How do you do? Oh.Hey, I'm fine. Good. Hey, where are you from? Oh, I'm from Japan. Japan, yeah. Wow. I'm in America. America, oh. Yeah. Do you play Fortnite often? Sometimes. Oh, I wish I had a better teammate then. So I haven't played this for a long time. How do I use my weapon, do you know? やっべ、もう英語聞くのもしんどいし、プレイもしんどいぞ。Are you awake? 待って待って、死ぬ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 。Hello?待って、今忙しいんだよね、忙しいんだよね。What? I'm busy. Busy? No! Yeah, where is the weapon? ちょっと待って。Hello? めっちゃ来るな、ちょっと待って。Sorry. Yeah. I'm busy now! Busy? You gotta help me out, I don't know where a weapon is. Where is the machine gun? どこにあるかって? Yeah, where? Help! Oh, hey, I see you! I see you! Coming! Hold on, I see you over there. Okay, I see you, I'm coming. Oh, okay. Yeah. Sorry, help me! I'm coming, hold on. Sorry, I'm dying. You died? Oh, I wish you would talk a little bit. Oh, sorry, I'm dying. Hold on. Oh, I see you.I'm coming. Bullets! Help! Help! どっちかをアドバイスする立場のはずだったんだけど、はい、どっちもお互いにどうしようだけでパニックたんで。そうですね。敵がいるのとかは知らせたいじゃないですか。例えば、はい、自分がやられた時に、まあ、同じところにいたら近くの家に敵がいるよとか言いたいんですけど、はい、それが言えないんですよね。なんでですか。多分単語は全部してるんで、はい、焦ってから組み合わせなかっただけじゃないですか。まあ、家は何という？ハウス。いいじゃん。で、敵は？エネミー。オッケー。言えるじゃん。House, enemy, there is enemy in house とか全然伝わりますので。ああ、単語でもパンパン言ったとしても。そうそう、パンパンと。なるほど、なるほど。だから固まるよりは、はい、次から次へ単語言った方がいいですよね。なるほど、なるほど。確かに、こう、しっかりしたものを組み立てて、ちゃんと言わなきゃとは思ってる。はい。それはやめた方がいい。そうすると、こっちがただ、もう、いなくなったのかなと。なるほど、なるほど。僕はずっと銃を探してたんですけど。そうですね、ガンって言ってて。Yeah, gun. Where can I find a gun?例えばなんか、どこだっつって、家の中にあるよ、はい、家はだったら、まあ、ハウスなんで、それだけで回答になってるんですよ。 Where is the gun? ハウス。なるほど。そんなに完璧な文章まではいらないですよ。そうか。例えばなんかアドバイスを聞きたいときは、はい、What should I do? とかいいかもしれないです。 What should I do? 私はどうすればいいんですか。あ、何すればいい。 What should I do? What should we do? チームとしてどうすればいいのかなとか。なるほど、なるほど。はい、で、What should I do? と What should I do? まあもう Follow me、まあ、テンパったじゃん。 Enemy、House! Yeah! Enemy in the house, so please be careful. Be careful! 気をつけてください。気をつけてか、はい、なるほど。 Be careful! Enemy! House! Careful! 全然伝わりますよね。はい、で、そこがスタートとして別に、あ、こういうことだと多分相手も、うん、ちゃんと文法を直して言い直すと思いますよね、確認のために。なるほど。で、それがいい練習になるんですよね、okay. 自然と会話の流れだけで改善していくんですよね。すいません、はい、いや大丈夫です。じゃあ次も単語がバンバン飛ぶかもしれないですけど、その方がいいと思いますけど。了解です。
Okay, so there's a gun in this house? Yeah, there's a gun. Is there a gun in this house, do you know? Yeah. Okay. A gun, I found a gun. Gun? Yeah. Okay, I got a gun. Do you have a gun? Yeah, I don't have. Oh, no. Whoa! What's happened? Enemy. There's an enemy? Yeah. Oh no, where? You're so far away from me. I'm gonna try to come to you, okay? Yeah, escape. Escape from enemy? Yeah. Oh, okay. Be careful. Thank you. Yeah. Green is better than gray, right? Oh, I died. Yeah, died? I died. Really? Yeah. Sorry. Oh. Shoot them. Yeah. Shoot the enemy. Get him. Oh, I died. はい、ということでね、ちょっと私はパニックになりすぎまして、はい、使えなかったんですけど、一応ゲーム中に何すればいいか分かんなくなった時には、What should I do? を使うと、相手が何をすればいいっていうのを教えてくれると。そうですよね。いうことですよね。でそれが、相手もしているのであれば教えてくれるでしょうけど、そうですね、お互いに知らないからね、What should I do? と。言い合ってた感じがしましたんですけどね、誰かできる人がいたら、はい、多分きっとこれを使えばうまくいくだろうな、ぜひ使ってみてください。下手くそどっちもどっちでしょどっちもどっちだよあ、ありがとうございます。あ、大丈夫です。ありがとうございます。どうかポイズン。ポイズン。ポイズン。あ、飲んじゃダメです。回復薬じゃないと。死ぬ俺、なんか恨み買ったかな